ZIPFM Podcast Program Seven Habits あなたと子供のいい習慣。皆さんこんにちは。Seven Habits あなたと子供のいい習慣、自律学習コンダクター氷見幸成です。このプログラムは皆さんの人生をより良くする、特に子育てをしている方に向けて、子育ての新たな扉を開けていくような、お子さんとどう関わっていくのがふさわしいかを7つの習慣でアプローチしていくプログラムです。まずはこの番組を私と一緒に進めていってくれるのはこの方。はい、皆さんこんにちは。子育て興味津々磯村美也です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。Seven Habits あなたと子供のいい習慣。もう前回までの内容がですね、深すぎて、お腹がいっぱいになりましたね。聞くってやっぱ深いですよね。聞いてるっていうね、ことって聞いてるに対してね、何を答えたらいいのか分かんないですよね。はい、なんかほとんどが自分の解釈で喋ってる気がする。聞いてるんだけど、それも自分の解釈かもしれない、と思うと、何この言い方とかそれも解釈じゃないですか、何この顔とか、何この態度とか。なるほどなるほど、言葉だけじゃなくてね。そうそう、表情とかね、態度とか雰囲気とかも、それも事実と解釈が混在している、見た目も。なるほど、見た目に対してもですね。そうと思うと、より解釈が加速する。解釈が加速するというのは思い込みになっていく。ああ、なるほど、思い込みになっていく。なんか、ああイライラした言い方だなとか、イライラしてないかもしれないじゃないですか、わかんないけど。あ、相手がね。そう、怒ってるのかなとか、ただ体調が悪いだけかもしれないけど、嫌なことがあった後で、私に対して怒ってないのかもしれないけど、なんで私に怒ってんの、みたいなこととか、あるな。そうですね。って考え出すと、ちょっとお腹がいっぱいただこの聞き方ってね、いろいろあると思うんですけど、そう、人はどうしてもね、こう答えを出したがるっていうかね、あと評価したいとか、助言したい、アドバイスしたいとかね、そういう気持ちで聞いてることって多いと思うんですよね。なんで宿題難しいって言ってきて、これを難しくないと思わせるためにはどうしたらいいかって勝手に課題を作ってですよ。難しくならないような対策。もっと難しくなるんだからね、中学校行ったらとかねいや、あのね、お子さんがいるママはだいたいその一言は言いますみんな言ってると思う。今難しいって思ってたらどうすんの言う。もっと難しくなるよこれからってね、難しいことが増えるよとか。それによってお子さんがね、この人話聞いてくれないとかなっちゃうとね、ちょっと違うのかなと思うのと、私たちは結構選択して聞いているっていう聞くにしてもね、癖があると思うんですけど、ちょっと磯村さん今日ワークやっていいですか。またワーク毎日やりたいって言ってましたもんねそんなこと言ったかな聞くワーク、聞くワークです。さあ皆さんもやりますよ。最後にクイズ出しますが、紙とペンいります？メモしてもらっていいです。今からまた短い文章を読みますので、またか。で最後に質問に答えてくださいね、っていうことです。数字にまつわるクイズです。三重県のとあるバス会社のバス路線、これ私が考えたやつなんでね、実はね、なんで三重なんだろうっていうことを考えちゃった。ナンバーは333。出発の時、バスの中には3人が座っているのを運転手さんが確認した。3つ目の停留所で1人降りました。その後さらに3つ目の停留所で1人降りました、はい、終点の1つ手前の停留所で3人乗り込みました、はい、終点に着いた時、バスの中には何人乗っているかわかりますか？4人。はい、ちょっと説明してもらっていいですか？4人。出発の時は3人乗ってた、うん、ほう。3つ目で1人降りた。はい。さらに3つ目で1人降りた。はい。ここまでであと1人ですよね。ここで1人になったってことですね。違う？そして終点の1つ手前で3人乗った、うんうん、終点では合計4人、うん、ありがとうございます。磯村さん一生懸命ね考えていただきましたけどね、私がね用意してた答えは4人じゃないんですよね。もう何これ出発の時には3人座ってた、はい、乗ってはいないってこと？本当はその3人は乗ってなかった、降りてた。いろいろな解釈ができますよねこれ。はい、クイズは、はい、座ってたんで、出発の時に運転手さんが3人座ってるのを確認したと言ったんです、はい、ただ最後の質問は何人乗っていたか分かりますかってことなんですけど、うん、分かんないですこれ答えは分からないです、ちなみに立っていた人がいた場合はもう分かんないですね。ちょっと全然ついていけないんだけど、私だけついていけないの、はい、一生懸命数字をね考えていただきましたけど、はい、このクイズまずねいろいろな観点があって、うん、3人座っているのを確認しましたって最初言ったんですよ、はい、違和感ないですか？3人が座っているのを確認したのは違和感ないですよね。そう、バスだったら3人ぐらい座れますもんね、うん、そうっすよね、はい、で 3つ目の停留所で1人降りました、はい、もし3人座ってるのがバスの中だったとしたら3人しか座ってないとするならば、そういうこともう3人座ってて全員座ってるならば、はい、まずですよ、ちょっと、はいね、3人座ってるならば3人座っていて3つ目の停留所で1人降りたから2人になりましたよね、うん、でその後3つ目の停留所で1人降りたから1人になりましたよね、うん、で終点の1つ手前で3人乗り込んできたから4人になりましたよね、はい、でお客さん4人いるんですよ、うんうん、だけどバスの中には何人乗っているか分かりますかですからね。出発時に座ってる人は3人だったけど立ってる人が何人いたか分かんないから答えは分からない。分かんないです。もし座っているのが全員だとしたらしてもですよ、しても4人ではないですよね、うん、バスの中に乗っている人ですから。じゃあバスの運転手さんのチェックミスじゃないですか落ちててください別にチェックしないといけないわけじゃないんでねいやなんか勝手に観光バスみたいなのをイメージしてるわ、うん、はい、お客さん4人だとしても最後ね、はい、磯村さんバスの中に何人乗ってます？その場合4人、お客さんもね、あ、運転手さん合わせて5人、5人なんですよねこれ、はい、いや私それちょっと思ったんですけど運転手さん合わせるのかなとかはい、ありがとうございます。だからそれが自分の解釈で測ってるよってこと？聞いてますよね。自分の解釈でしか聞いてないですもんねお恥ずかしいその角度で常に人の話聞けたらすごいね。すごいですよね、はい、はい、っていう解釈ゼロだもんね。世の中にはたくさんあるんじゃないかなと思います。ありそうね。座ってるよって言われて、あ、座ってるからバスの中には3人座ってんだなみたいな、うん、勝手な解釈ですよね。うん、しかもなんかこれ性格もあると思うんだけど、正解を出したいという自分のね、うん、だから合っていたい、丸が欲しいみたいなさ、うん、感覚でやるから、なおさら解釈が加速するよね、うん解釈が加速するっていう新しいワードが出てきましたよね。7つの習慣には解釈が加速するって言葉はないんですけどあと思い込みが加速する、思い込みをわざと思い込ませるための作戦もあったんですけど、気づきました？クイズですって言われたこと、はい、そうです。数字にまつわるクイズですって言いましたよ、私。だからそこにフォーカスしすぎて、出発で3人、3つ目の停留所1人、さらに3つ目の停留所また1人みたいな。そうだから言葉全然聞いてないんですよ、多分。数字でしょ。そう、ナンバーとか気にならなかったですか？気になった。このナンバー何ってずっと思ってた最後まで。三重県とか気にならなかっためっちゃ気になりましたよ。え、これ関係ないの？え、でも、ね、実はあるのかなみたいなそうでしょ、はい、そういう聞き方になりますよね、はい、そうなんですよ。思い込ませる魔法を、うんうん、ただそういうことって世の中いっぱいありますよね。あ、はい、ある余計な情報ね、うん、これが人が選択して聞いているということじゃないかと思うんです。今のクイズはだから答えがないんですよ。分かんないです。だから詳しく調べないと分からないっていうのが答えですね。なるほど、はい、皆さんはやってませんか皆さんきっと私と同じはず。そう、これ私考えたクイズですからね。これ7つの習慣に書いてあるわけじゃないんでね。でもいろんな見え方する人いるんだろうな。これ今ね、いろいろなことを考えられたんじゃないかなと思います、うん、そんなこともちょっとメッセージをしていただけるとめっちゃ面白い。私は最初からこの人数はわからないって、わかりましたって、うん、手挙げてほしいコメントしてほしいコメントしてほしいね、うん、もう意図を読まれてるわけですよね、うん、それね、はい、だから逆に私と同じ人も共感してほしい、私としては。なるほどねなかなかやっぱ聞くって深いですし、まあ聞いてるようで聞いてないというかね、選択して聞いてたり、あとはあと自分の話にしちゃう人いますよね。例えば話聞いてて私はってそう前そういうことあってねって、その自分がしたことに経験にしちゃう。ああ、うん、よくやるな、うん、なのでまあその話し方もあるんですよ。そういう話し方もあるし聞き方もあるんですけど、それでまあ相手とのね、人間関係、信頼関係を築いていくためにはどうしたらいいのかって考えるわけですね、うんうん、なのでいろんな聞き方があります。その聞き方を通して信頼貯金を増やしていくためにはどうしたらいいでしょうかって書いてるのが第5の習慣なんですよね。この事実と解釈、うん、はい、ファクトとストーリーですね、うん、まあやりましたね。ファクトは事実、はい、ストーリーは解釈、うん、まあパラダイムですよね。それぞれのパラダイムで見てるんですね。できてないなって思う。できてない、はい、できてないっていうのはできてないっていうか、解釈でものを言ってることが多いんじゃないかなって思う、うん、多いでしょうね、うん、多いですよ。一回ね、ちょっとやってみたらいいと思うんですけど、周りで鳴ってる音、喋ってる言葉とかをこう思い出してみてもらって、はい、これは事実なのかな、解釈なのかなっていうね、お子さんが言ってくるような言葉、今日宿題やりたくない、どれがやりたくないの、どの教科がやりたくないのかとか、うんうん、そうですよね。一つはその深掘りしていくっていうかね、どれがやりたくないか、うん、宿題の内容の中のどの部分が本人を嫌にさせてるのかっていうこと、もしくはやりたくない理由は何なのかって聞くっていうのは大事だと思うんですけど、うん、この子はやりたくないということによって何を得たいんでしょうね。やりたくないって発言してるわけですよね。あ、もしかしたらこれ解釈なんだけど、ゲームがしたい、うん、あ、友達と遊びたい、うん、かな。もう先にね、宿題より先にそれがやりたいこととして、うん、予定として入ってるから、うん、だってもう遊んでる友達が目の前にいる、うん、自分が今行かなければ遊ぶ時間が終わってしまう、うん、間に合わない、うん、宿題をやりたくない、今はかっこ今はやりたくない、うんうんうん、とか。なるほどね。ただその解釈によってそれをどう受け止めるかによって親の返事とかね変わってきますもんね、うん、なんて言ってあげたらいいんですかね、そういう時。なので本当にその深掘りしてね問題解決をしていきたいっていう場合もあるでしょうけど、うん、一方で感情移入って言ってね感情に寄り添うことも大事なのかもしれないですよね。やりたくない、負担になっている、大変だと思っていることに対してやりたくないって思うほど大変なんだなっていう寄り添いみたいなことを投げかけてあげるのも一つなのかなと思います。まあ解決するか共感するかみたいなところですよね。だから本当に解釈してるってことは今見えない部分をねこう想像したりとか、磯村さんの言葉を借りれば妄想したりとかしてお話ししてるわけですからね。見えないことはあまりにも多いですよね、私たちね。はい、まあでもなんか前回よりもちょっと深まった気がする。ワークされるといいですね。なるほど。考えるきっかけを与えてもらってるんだけど、例えばこれだよって言われる方が分かりやすい、ありがとうございます。ぜひワークをね毎回やりましょう。ワークじゃ次回は何のワークかな、ね、ワーク、はい、まあ授業もね私の行ってる授業もワークを通して気づき振り返りをして、持ち帰ってもらう、そして取り組んでもらうっていう、日常の中に取り組んでもらうってことだね。今日の宿題としては何ですか、ちなみに。宿題ですか、出すとしたらまず今回の宿題、というかこの第5の習慣の宿題っていう感じですかね。まあ1日10分子供の話を聞くっていう。なるほど、はい、やってみよう。その場合ですよ。聞くは相手と1対1もしくは1対複数でもいいんですけど、で他のものはない状態で携帯触りながらとかテレビ見ながらとかご飯食べながらは、ご飯食べながらの会話もね非常にいいですね。弾みますよね会話がね。それはそれでいいと思います。その時テレビがついてるとちょっと違うんですけどね。音楽がかかってるのはもうそれもいいと思います。別にいいのか、はい、なるほど。人の話を10分聞く。そうですね、10分ですよ。10分、結構長くないですか。10分が長いと感じられる方はお忙しいですね、もうね。長くないかな。結構長くないですか。でも長いって感じる人はこう私なんだけど、多分自分が喋りたいんだと思う、どちらかというと、10分長いな長いなと思わないですよね、多分先生は。10分ですか。何それも解釈の質問なんでね。10分が長いかっていうねよくあるんですけど、よく待ち合わせした時に車に乗った時にですよ、今から行くとこって遠いですかって言われることあるんですけど、これは返事できないんですよ。遠いですよなのか。だから何分、10分が遠い人もいるってことですよね。だからそれ待ち合わせの時にこの話しましたよね。しましたね。結構最初の段階でしましたね。第1話か第2話あたりでねしました。パラダイムの話ですね。そうだそうだ。第2話かな。しました。確かに。ちょっと待っててっていうね。ちょっとは何分なのか。だからそう待ち合わせして車に乗せてですよ。今から行くとこって遠いですかって言われて。遠いと思えば遠いし近いと思えば近いですねって言うしかないですもんね。先生と出かけてみたい。面白い。何分が遠いと思うっていう解釈の質問を投げ続けたい。なんて返事してくれるんだろうみたいな。それこそ聞かないと分かんないですよね、相手が。どれぐらいが長いの、遠いと思ってるのっていうね。5分ぐらいでイライラし始めるかもしれないですもんね。遠いじゃんって。確かに。いやいや30分かかりますけどっていうね。そうですよね。じゃあ何分ですかって聞かれた方がいいよね。そうですね。だけど意外とこの遠いですかって質問あるんですよ。今から行くとこって遠いですかって。そんなの気にならん。何分かかるのかが一番気になる気になりますよね。いくらかかるの、何分かかるのが一番気になりません？やっぱタイプによると思うんですよね。ちょっとこだわりの強さがやっぱちょっと出ちゃってるな恥ずかしい。だからどれくらいって聞かれたら、例えば待たせちゃう時もね、私絶対に数字を提示します。何分に電車を降りますとか、なんか例えば遅れますもさ、10分遅れるって伝えといても意外と駅から遠かったなとかありません？自分の感覚では。ってなるとその10分すら遅刻じゃないですか。それが嫌だから電車が何分に到着しますみたいなのを言う方も言われる方も結構なんかすっきりする。でそしたらそれぞれの感覚であとはキャッチできるじゃないですか。こっちは10分遅れると思ってる、向こうは距離感がよく分かってるかもしれないから、あ、何分に電車着くんだったら15分ぐらい遅れるなみたいな、大事ですね。大事分数伝えるのはこれ事実ですもんね。そうだから今何分ですよ、遠いですかって聞かれたことないかも。あ、そうなんですね。はい、結構聞かれるので覚えてるんですけど、近いですか、あ、でも近いですかとか確かに聞かれるかもな。遠いですか、調べたみたらって言っちゃう意地悪かなまあね、調べてみれば分かりますからね。そう今ね、それは分かりますよ。あ、何分ぐらいなんだねとかさ、そうですね解釈の質問ねしてるかもしれない自分も。だからそう1日10分お子さんと話をしてね、私はね習慣として子供と寝る時間が、寝る時間は私の方が遅いんですけど、子供が寝る時間に合わせて一応お話をするようにしてるんですよ。お話を聞くようにしてるんです。だからその時間に合わせる努力をしてるってことですか。そうですね。へえ、皆さん聞きましたかいつも子供に対してね、今日良かったことは何ってねって聞くんですか。そうです。へえ、で答えます？ちゃんと答えます。へえ、もう昔からやってるってことですか。昔でもないですけど、ちっちゃい時からやってますね。結構はい、3年ぐらいやってるからもうはい、だから慣れてるんですよね、答えるのにも。あ、そうですね。だから聞かれることに慣れてない子ってえみたいなってなりません？何もない、別に特にみたいな。そうですね。質問されて答えるっていう習慣もね、これ考えるためにはこう大事なのでね。ちなみに昨日聞くじゃないですか。昨日も聞いたんですか。聞きましたよ。なんて答えるんですか。晩ご飯が美味しかったっていうのを言ってましたね。かわいい1個でいいんですか、答えるのは。ひみけではいくつか言う時もありますね。へー、学校のこととか。結構ね、学校のことはねあんまり言わないかもしれないですね。まあ言わないんですかね。子供たちって結構お家でのことが多いかもしれないですね。はい、お家でのこととかを言ってくれるかな。ちょっとやってみてほしいですね。やってみてください。夜はねやっぱりどうしてもこうなんだろう、ネガティブというかね、気がね、不安というかね、なんかそういうものにこう苛まれちゃったりすることも多いのかもしれないんでね、あえていいことを、良かったことです、頑張ったこととか。へえ、なんかそれ自分に聞くのもいいですね。いいと思いますよ。一人だったとしたら、今日何が良かったっけ。そうですね。それやってみてください。いろんな人が推奨してますけどね、3つ良かったことを書き出して寝るっていうのを私はもうこれ3年ぐらい続けてますけど、その1つをブログにシェアするってなってます。すごい。はい、書き出して寝ると、睡眠の質が良くなって次の日も元気よく。それ聞いたことあるな。切れるんです。なんか聞いたことあるなっていういいことって大体みんなやらないですよねやり続けないとか。これね、ただね、ある方が言ってましたけど、1週間はまず続けてみてくださいっていうことなんですよ。はい、ちょっと私これ宿題にしてみよう、うん、これ1週間続けてみると、まずは1週間、はい、自然に続くんですよ。はい、できないっていうパラダイムを持ってる人は続けてないんですよ。3日ぐらいで、3日坊主ってありますけどね。あ、1週間まずはちゃんとやる、うん、とにかく1週間やるって決めて続けてみる。ちなみに書くっていうのはノートに書くの、それとも携帯でもいいんですか？打つ？あ、大丈夫です。ノートでも携帯でも、はい、まずはやる。はい、何かっていうと、これは思い出すってことですからね。思い出す習慣。なるほど。はい。で、1週間やってみてください。これね、私の授業もそうなんですけど、1週間後に授業がありますので、1週間のうち何してきたかできなかったかっていうのをこう振り返りながら実践をしてますのでね。それが習慣を作っていくんですね。ちょっとカレンダーに入れますね。素晴らしい。入れないと忘れそうだもん。磯村さんもこの番組を通してね、こう成長されてるんですよね。ヨガ行ってますよ。ヨガ行ってますよ。ヨガ行ってますよね。素晴らしいですよね、うん。本当にこのヨガの重要性に気づいてですね、うん、ヨガに通い始めるという変化が起きて、はい、すごいですよね。これ楽しみですね。番組続けていくのね。どうしよう、変わらなかった。ネガティブですね。磯村意外と変わんなかったねみたいな。変わってますよね。もう今ね、変わり始めてますもんね。もう思い出す習慣をまずは1週間、うん、やってみよう。やってみてください。というスケジュールを今入れました。入れました。素晴らしい。どんなに小さなことでも大丈夫ですのでね、良かったなと思うことです。はい、本当にカレーがうまかったとか、うん、なんでもいいんですよね。何でもいいです。はい。わかりました。結構ね、それ子供に聞いてると結構気づきあってですね。へえ。そんなことがあったんだとか。ああ。で、そういうことがあったんだとか、ああ、そういうことしたんだ今日とか。理解に徹し。あるんですよ。なるほど。で、それを妻にって言ってたけど聞いたって、こんなこと言ってたけど聞いたって言うと、聞いてない。へえ。っていうこともあるので。へえ。そうなんだみたいな、うん、面白い、うん、やってみようね。はい、はい、なんか鬱陶しいかもしれないけど夫婦間でやっても面白いですね。はい、夫婦間でやるのいいかもしれないですね。ちょっと奥様に聞いてみてください。今日の夜、今日なんかいいことあったって、うん、そうですね、うん、うん、ないっていうかもね。ないんかい、うん、ただやっぱりこの聞くね、聞くで言うとそうですよね。今親の話出てきましたけど、うん、親同士の話をね、子供よく聞いてますよね、うん、そうなんですよ。そうなんですよ。なんか親が聞けないってなったらもう夫婦間でやるしかないじゃないですか。奥さん聞けないんですよねみたいな、なんか何解釈で物言いしちゃう、解釈で判断しちゃうんだよね旦那さんがとか、うんうん、だったら旦那さんに聞いてあげたらいいじゃないですかね、うん、これをワークしてあげる、うんうん、と今度旦那さんができるようになるじゃないですか、うん、っていうループいいですね、うんうん、みんなで聞き合いっこする、うん、というサイクルになっていきそう、うん、そうですね。習慣をご家庭の中に取り入れると、うん、ね、ご家庭が、うん、まあ、信頼関係がね成り立っていってね、うん、より空間になっていくかなと思いますけどね。はい、はい、勉強になりました。またお腹いっぱいになってきちゃった。やばい、このあと第6ってことですよね。そうですね、いよいよ第6ですね。はい、第6。私は第6までちゃんと話が聞けるのでしょうか。楽しみです。はい。そちらも。はい。はい。ありがとうございます。はい。Seven Habits。あなたと子供のいい習慣。このプログラムでは、皆さんからの子育てエピソードや子育てについての疑問、質問、お悩みを募集します。詳細欄にあるメッセージフォームからお送りください。7つの習慣でより良い子育てにつなげていけたらいいなと思っております。毎週金曜日の朝配信しています。お聞きのプラットフォームで番組のフォローをしていただけると配信の際に通知も届くので便利です。よければ高評価もお願いします。Seven Habits、あなたと子どものいい習慣。自律学習コンダクター氷見ゆきなりと子育て興味津々の磯村美也でした。また次回お会いしましょう。Seven Habits、あなたと子どものいい習慣。